静岡市の精神バイパスの橋桁が落下した事故で重傷を負った男性の1人が両足を切断していたことが分かりましたおととい午前3時過ぎ静岡市清水区の国道1号精神バイパスの高架化工事中に橋桁が落下し2人が死亡6人が重軽傷を負いました捜査関係者によりますと 重傷を負った男性のうちの1人が両足を切断していたことが分かりましたまた、肩の骨を折った男性もいるということです当時現場では、橋脚に乗せた橋桁を油圧ジャッキで持ち上げて横にずらし土台部分にはめ込む作業をしていました死傷した8人のうち警備員を除く7人の作業員が高いところで作業しています 亡くなった2人は橋桁と一緒に落下し地面との間に挟まれたとみられますきょうは天候が悪いため現場検証はしないということですが何人かの警察官が現場に来て状況を確認していました警察は業務上過失致死傷の疑いで捜査をしていて作業方法や安全管理に問題がなかったかなどを調べています